皆様おはようございます。本日は閣議の前に第6回統合イノベーション戦略会議に出席をいたしました。統合イノベーション戦略会議では量子技術イノベーション戦略の最終報告案など各分野のイノベーション関連の取り組みについて審議が行われました。で、私からは NICT 情報通信研究機構で約20年に及ぶ研究実績を持ち、解読することができない量子暗号通信技術が安全安心な社会の実現に大きな力を発揮するということ、さらに本技術の社会実装とともにグローバル規模での量子暗号通信網の実現に向けた研究開発と研究開発拠点の整備に着手することなどの発言を行いました。詳細につきましては国際戦略局研究推進室にお尋ねください。それから、この度、総務省は、ビヨンド 5G 推進戦略懇談会を設け1月27日月曜日に第1回会合を開催いたします。で、現在 5G の本格導入及び普及に向けた取り組みを推進しておりますが、5G の次の世代であるビヨンド 5G につきましては2030年頃の導入が見込まれています。ビヨンド 5G の円滑な導入はソサエティ 5.0 のさらなる進展や国際協力競争力の強化に、不可欠でございます。で、このためこれから進展する、国際標準策定プロセスに我が国が深く関与していくためにもビヨンド 5G に関する総合戦略の策定に向けましてできる限り早期に取り組みを開始することが必要でございます。そのため2030年代の社会において通信インフラにより期待される事項やその実現に向けた政策の方向性について検討したいと考えております。座長には未来投資会議においてビヨンド 5G の取り組みの重要性を指摘され、深いご知見もお持ちでいらっしゃいます東京大学の五ノ神誠総長に、お務めいただきます。この詳細につきましては総合通信基盤局電波政策課にお問い合わせください。私からは以上でございます。朝日新聞の豊岡です。まず幹事社から冒頭お伺いします。はい、昨日、通常国会が始まりました。召集前に、菅原前経産大臣や河井前法務大臣が、一連の疑惑について記者団に説明をされましたが捜査中などを理由に、説明が不十分ではないかという指摘があります。お二人は説明責任を十分果たしたとお考えでしょうか。また今国会そういう意味では非常に、重要な、政治の信頼のためにも重要な国会になると思いますが政府としてどう臨むべきかお願いします。はい、私はその河井、議員や、菅原議員の、記者会見、詳細については承知をいたしておりませんが、国会議員としてそれぞれご自身の判断で、説明をなさるべき問題だと考えます。で、行政は一日の停滞も許されませんしこの総務省でもたくさん取り組むべき、課題がございます。安倍内閣の一員として全力を尽くして職責を果たしてまいりたいと、考えております。お願いします。読売新聞の山口です。よろしくお願いします。三菱電機が受けた不正アクセスの問題についてですね大臣の受け止めと総務省への影響総務省としての対応についてお伺いできますでしょうか。はい、まず三菱電機へのサイバー攻撃の、案件ですが、同社におかれまして不正アクセスによって、採用応募者や社員に関する個人情報三菱電機の営業技術関連情報などが外部に流出した可能性があるという一方で、防衛装備品や電力関係などの機微情報の流出がないことについて確認済みであるという報告がなされていると承知をしております。ただ一般論といたしまして、やはり普段からサイバーセキュリティ対策をしっかりと強化しておくということはもとよりこの攻撃を受けてしまった後には速やかな報告と外部への公表が重要だと考えます。
まあ、これはなぜかといいますと、被害の拡大を防ぐ、まあ、それは、日本国内の他の事業者であったり取引先、などにですね、まあ、被害が拡大する可能性を、まあ、防ぐという点からも、まあ、重要だと、考えております。まあ、サイバー攻撃による被害の特定には時間を要することが少なくはございませんが、まあ、個人情報流出が疑われる時点で、まあ、影響を受ける方々との関係も踏まえて速やかに公表することを、検討すべきであったと、思います。で、総務省、との、まあ、関係ということですが、総務省は特に今回の、案件により被害は受けておりません。この同社によります原因究明などについては引き続き注視をしてまいります。通信の吉本です。先週の件でちょっと恐縮なんですけれども、地域おこし協力隊のことでちょっとお伺いしたいと思います。調査で、定住を、まあ、続けられる方と起業をされる方が増えているということが明らかになりましたけれども、まあ、いい流れができているのかなと思いますが、大臣の受け止めを改めて教えていただきたいのと、これからさらに力を入れたいことを教えてください。はい、ありがとうございます。2年前の前回調査と比べまして、任期を終了した地域おこし協力隊員の数が大きく増加する中で、今回も約6割の方が同じ地域に定住して引き続き地域の担い手になっていただいていることが明らかとなりました。持続可能な地域社会の構築に向けて、着実に成果を上げていると認識をしております。また任期終了後の起業につきましても、まあ、それまで地域になかった新たな仕事を生み出して、いただいているものと認識をしています。まあ、起業された方の人数が増加しているということもとても喜ばしく思っております。で、今後ですけれども、総務省といたしました隊員数を令和6年度までに8000人に増やすという目標を掲げております。まあ、一層の制度の PR で、応募者の裾野の拡大、隊員の企業事業承継の支援、隊員 OBOG のネットワーク作りなど、を進めてまいる予定でございます。大臣、国会開会中となりますが、あと1問ぐらいでお願いします。タイです。恐れ入ります。2015年からの第1期まち人仕事創生総合戦略の下で、政府はさまざまな施策を講じてきているんですが、東京への流入超過はなかなか是正できずにいます。月末までに示される人口移動報告でもそうした結果となりそうなんですが、東京一極集中の是正に向けて総務省としての意気込みと今後の進め方についてお願いします。まあ、これまで政府を挙げて地方創生に取り組んでまいりましたけれども、まあ、残念ながら依然として東京一極集中の傾向は続いております。まあ、さらなる取り組みが求められると考えます。まあ、過度な東京一極集中というのは災害のリスク管理や地方の担い手不足、といった観点から問題がありますので、その是正は喫緊の課題でございます。で、令和2年度からスタートする第2期まち人仕事創生総合戦略の下でも、東京圏への一極集中の是正に向けて関係府省とも連携して取り組みを進めてまいります。で、総務省におきましては、やはり地方への新しい人の流れを作るということ、稼ぐ地域を作るという観点から、地方への人の流れの創出、地域経済の活性化を軸に取り組みを進めてまいります。地方への人の流れの創出につきましては、地域おこし協力隊の推進や関係人口の取り組みの進化、と横展開によりまして、地方とのつながりの強化を図ってまいります。で、地域経済の活性化につきましては、まあ、すでにこれまで実施しております分散型エネルギーインフラプロジェクトを拡充していくということとともに、ローカル1万プロジェクトも推進してまいります。また引き続きテレワークにもしっかりと、取り組んでまいります。それから 5G、IoT、AIなどの技術をさまざまな分野に活用して、その恩恵を享受できる地域社会を実現するということが重要だと考えますので、 5G や光ファイバーなどの ICT インフラと利用環境の整備を進めてまいります。よろしいでしょうか。じゃあ、大臣ありがとうございました。会見終わります。どうもお疲れ様でございます。